スーパーボール MVP は NFL のリーグ優勝決定戦であるスーパーボールの最優秀選手に贈られる賞である。MVP に2度以上選ばれた選手は5人おり、トム・ブレーディが5回、ジョー・モン・タナが3回、バートスター、テリー・ブラッド賞、イーライ・マニングが2回選ばれている。第55回スーパーボールまでの55回中30回は、クォーターバックが MVP に選ばれた。 ランニングバックで MVP に選ばれたのはこれまでで7人であり、第32回スーパーボールのテレルデビス以降、現れていない。ワイドレシーバーで MVP に選ばれたのは、第53回スーパーボールのジュリアン・エデルマンまでの7人で、ある。第5回スーパーボールのチャック・ハウリーだけが唯一、敗れたチームから MVP に選ばれた。2001年の 第35回スーパーボール以降 MVP は試合中のインターネット携帯電話によるファン投票とアメリカンフットボールの記者やキャスター等の報道関係者16人の試合後の投票によって決められている。テリー・ブラッド賞第13回、第14回スーパーボール MVP、ジョーモンタナスーパーボール MVP を3回、受賞ジェリーライス第23回、 スーパーボール MVP 受賞者、トム・ブレーディ第36回、第38回、第49回、第51回、第55回スーパーボール MVP。ありがとうございます。